この動画はゼルダの崖にフレームの復帰を平然と買ってくるヤバい奴にしばかれまくって、テレポート系の復帰なのに崖に怯えながら復帰するようになったゼルダ使いの動画です。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。皆さんやっぱろー、霊夢よ、おいっす、マリサだぜ。今回の質問はこちら。前にご中佐が好きと言っていましたが、どのキャラが一番好きですか？質問ありがとうございます。ご中佐ガタ、ご中佐ファンが反応した。それじゃあマリサさんズバリお好きなキャラは？はっは、そんなの圧倒的にチノだな。ラインの着せ替えもチノだし圧倒的に推しだぜ。この前キャラっとくじで引いたやつが可愛すぎてもう、なんだろう、可愛すぎて、可愛い。チノ人気は当たり前だからにわかっぽくなっちまうのはちょっと悲しいがな。まあでも好きなんだからしょうがないよな。もはや理由もなく好きだな。理由もなしに好きと判定するのは理系として失格よ。いやそれ別の漫画だから、そういうお前の推しはいないのか？そりゃもう圧倒的にメグでしょ。全キャラ好きだけどそれを凌駕するレベルで好きよ。とりあえずスマホのロック画面と背景はどっちもメグね。いやメールの件数がとんでもないことになってて入ってこないんだけど。でさっきマリサが言ってたのと同じテーブルクロス当てて今はこんな感じになってて毎日癒されてるわ。デスクの上をこれにしてからデスク上をずっと綺麗にできるようになったわ。なるほど、チマメ体は整理整頓にも効果をもたらしてしまうのか。というわけでちょっと長めのご中佐トークでした。キャッチ好きに DA させてー。ピンでバースト決めていく。今のは後好きだったのかな？まあでも軌道が読めててよかったわ。久しぶりにスマブラしてるけどリンの感覚だけはしっかり生き残ってるわね。長年培ってきたものはそうやすやすと抜けたりしないってやつだな。自転車ずっと乗ってなくてもちゃんと運転できるのと同じ感じね。長年培ってきた、下手でバースト仕掛けた。確かに今の昇竜だったらバーストしてた説あるな。アップな、一個技が多くて助かった。ただもう一発でももらったらバーストする局面なのは変わりないな。崖に出されるくらいなら別に大丈夫なんだけど。見事に DA 釣られたというかあんなところにまんまと突っ込んでいくなよ。一旦引いてちょっと見てから動けばよかったわねー。相手、でもせっかくの崖チャンスをものにしたい。回避位置にきっちりと横スマが入る。ファントム出して最速ジャンプを。よし、これならいける。竜巻の後隙をまたも陣で借り切れたな。普通じゃあんな一阻止になんていけないから難易度高いってことを除けば強いと思うんだけどな。っていうかシンプルにジャンプ読みだったけど下 B が耐えきれなかったのが幸いしたわね。ストックは依然として並んでほぼイーブンだな。全部先行されてるから気は抜けないわね。なんか差し込んでいければいいんだけど。あ、それはラッキー。でも単発当てるだけじゃあんまいい状況にはならんな。打ち返ししてくれれば美味しかったんだけど。当てはんでいける。思いっきり下スマ構えてたけど発生差で勝てたな。その着地は逃さない。竜巻。マジでリンだけうまいな。マジでリンはうまいと思う。それじゃあ2戦目行くわよ。相手はルキナで場所は小戦場。ルキナで小戦場とはなかなか強者の予感。そもそも地上から台上に攻撃が通らないから小戦場自体好きじゃないんだけどね。回避の着地隙に DA が通る。おっと、体出ちゃってるわよ。思いっきり下から帰る相手にはどうしても当てられないんだな。もうちょっと下がった位置からジャンプでじゃないと当たらないかな。そのジャンプからやるのも台が邪魔してうまくいかないんだけどね。それだから台ありステージ嫌いって言ってんのか。あとは読み合いがもっと増えちゃうからねー。ただでさえも多いのに余計に難しくて大変よ。到底読み合いうんぬんとか思えない横スマしてんだけど。いやそれマリサが言うの。いやでも正直なこと言うと適度に横スマとかリターンの大きい技って振っていった方がいいなってちょっと思ってきたわ。今の横スマは操作ミスだけど、マリサに横スマ打ち込まれまくったせいでなんとなく打ってみてもいい感覚が分かってきた感じがするわ。スネークの横スマほどバースト力あるわけじゃないし多段だから結構怖いのはあるんだけど。まあな、スネークの横スマって発生3フレームだから崖とかも余裕で狙っていけるんだよな。いやだからっていつもボカボカ当てすぎだけどね。あの当然のように話してるけどスネークの横スマが3フレームって話が通じるのは私たちだけだからね。え、そうなの？下投げ上強が159から確定するくらい有名なんじゃないの？そんなわけないでしょ。マイナーもマイナーでしょ。ちなみにちょっと説明するとスネークの横スマはホールド状態から3フレームで出るのでそれのことを言っております。これいける？お、普通にバーストできた。やっぱフロルエレベーターは初段を見てちゃんと外方向にずらさないとな。いや普通の人はフロルエレベーターをずらそうとか思ってずらせないよね。え、フロルエレベーターの初段ってずらすようなもんじゃないの？とりあえずは先行できてるからあんまり焦らなくても良さそうね。むしろ相手の方はいろいろ技振っててかなり焦ってるっぽいしな。かなり美味しい。
ただここで崖に出される。なんとなくフロルで突撃できそうな気がする。あれあああ、思いっきり見抜かれてたな。引きステップからカウンター、見てからできるは強者の証。でもストック有利には変わりないからここからまた追い返していくわよ。外に出したらディン。回避の隙は逃さない。もう一回ディンして。回避の隙は逃さない。すっげえ久しぶりにクリティカルメテオだな。尋常じゃないくらい気持ちいい。顔やめろ。それじゃあ3戦目行くわよ。相手はメタナイトだな。お？ノーダメで1スト持っていけたわ。無敵キャンディの BGM ここで使うんか。リアルな話するとネイルで弾き返してからなんかいけそうな感じがしたわ。前回マリサの時はお相手はクッパで何の関連性もなかったけど、今回のお相手はメタナイトだからね。無敵キャンディの BGM がガッチリハマったわね。その無敵キャンディネタいつ使ったか全くわからんって話してたじゃん。そしたら視聴者さんがコメントで教えてくれてたな。投稿されてる動画の内容って投稿者側よりも視聴者さんの方が覚えてるってほんとすごいわよね。っていうか動画の内容を覚えるほど見てくれてるっていうのが感謝でしかないわね。あと好きっぽい感じしたけど何かの前好きにさせたわね。リンはちょっと厳しいかな。あれ？そこで横 B？ ジャンプ横 B でゼルダに特攻仕掛けてきた感じだったな。ジャンプしてくるかと思ったけどこれはラッキーね。うお、なんかめっちゃすごいことできた。ゼルダの空下の判定が遅すぎて相手がジャスダをミスったな。こういう使い方しかできないっていうのがちょっと悲しいわ。思いっきり操作ミスったけどなんとか生き残れた。ちょっとそれは間に合わないかな。うおー、ネイルが久しぶりに無敵だった。いやネイルにはいつもちゃんと無敵あるけどな。っていうかさっきの無敵キャンディの BGM はそのネイル無敵のおかげだろうよ。あ、惜しい？カス当て。よっしゃ、ガーキャンフロルでもらい。今のプレイは何ですか？回避読みフロルエレベータです。ガーキャンくらいまともに扱ってくれ。回避読みフロルエレベータです。それじゃあ4戦目行くわよ。私が相手になってやるぜ。っていうかスネークじゃなくてロイなのね。たまには他のキャラも触ってたりしてたりするからな。なんか新しくサブとして使えるキャラ増えたりした？そうだな。月光がならそこそこ動けるんじゃねえかな。またそんな難易度の高いキャラを。最近は気まぐれでキャラ選んで全部ビップ入れようとしてんだけど、そん時に月光ががかなり扱いやすくてビップ入りはあっさりだったな。そんなさっぱり系のラーメンみたいな言い方してるけどとんでもないことやってるのよ。それで月光がって強いんじゃね？って思ってその後ビップやってたら、とりあえず無敗で魔境まで入ったぞ。いや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 、一瞬でビップ入ったよりもとんでもないこと言ってるんだけど、私もびっくりしたわ。月光が強すぎた。ビップどころか魔境に入ろうと頑張ってる人まで敵に回したわね。いやそういうこと言うのやめて。にしても魔境って、そんなお茶漬け感覚でさらっといけるもんじゃないでしょうよ。ラーメンより食べやすくなってるけど。ダメだ、お腹すいた。夜遅いけど何か食べちゃおう。飯の話してるせいでどうでもいいところに被害出てますけど。いやつえな、その上京。だいぶ前にマリサから上京着地狩りで使ったらよくね。って教えてもらってからかなり使うようになったわね。それで最近ビップいけましたって言ってくれた人がいて普通に驚いたわ。現在進行形であの復帰が帰れてないっていうことに驚いてる私がいるんだが。まあロイは復帰がちょっとって感じだからしょうがないとは思うけどね。みんな結構気にしてないっぽいけどこいつかなり強いよな。動き早いし火力ふざけてるし、剣キャラの割にリーチさえ稼せないから諦めてファルコンみたいな使い方でいいと思うな。まあ、あれこれ言えるような状況じゃないんだけども。めくってから上京で欲張って空母は当たらずね。くぅ、負けた。さすがに3回も同じ動きはしないかな。滑り上強に対して引きで待たれるなら滑り横強でいいからな。そもそもラインを下げてくれたから横強で仕掛けた方がリターンがでかいしな。甘い。いや、百裂攻撃ジャスガって何よ。え？お。いや今のマジでやべえ。ロイ最強キャラじゃん。やっぱテレポート系の復帰は借りやすいな。いや、あの、ほんと。マジで？いくら崖の2フレーム狙えるって言っても3回も当ててくるの？さすがにうまくいきすぎな気もしなくないけど割と狙ってはいたな。スネークで横スマ狙ってやってるってネタとか偶然だと思ってたんだけどこれ、本当に2フレームって狙ってやってたのね。めたいこと言うけど後付け実況であってもこの試合でちゃんと狙ってやったもんだっていうのが伝わると思うわ。あ、ゼルダの空母強いな。ボケっとしてたわ。いやもうあんなことされたら私の勝ちとかどうでもよくなるわ。そんなわけで珍しくロイを使ってみたらとんでもないプレイしちゃったという動画でした。
これからあんたの横スマを見る目が変わるわマジで。なんかよくわからんレッテルを貼られたところで今回はここまで。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録でもして待っててくれだぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。質問箱への質問をお待ちしております。質問じゃなくてもいろんなことどしどしお送りください。こちらはおすすめ動画になりますのでもし時間がありましたらそちらの方も覗いてみてください。また次回の動画も楽しみにしていただける方はチャンネル登録してお待ちください。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。また見てねー。